米国のシステムが崩壊した今、愛国者たちが築き上げた社会も白紙に返った。全ての発端はこの男だ。この男が世界を破滅に導いた。しかし今はそのことすら分かっていない。あれほど憎み合った私たちが再会して感じたのは、懐かしさと深い哀れみだ。不思議なことに憎しみは湧いてこなかった。そもそもゼロは私が憎かったのか。いや、恐れていたのか。それを聞くことすらできない。創設時のメンバーであるパラメディック、シギント、エヴァ、オセロットはこの世を去った。残るはゼロ一人。全てには始まりがある。始まりは一ではない。そのはるか以前のカオス、世界はゼロから生まれる。ゼロが一に変わる瞬間、世界が動き出す。一は二になり、やがて十になり、百になる。すべてを一に戻しても解決はしない。そうだ、ゼロを消さない限り、一はまたいずれ百に復活する。ゼロの抹殺、それが私たちの目的だった。強大な愛国者たちも、元はたった一人の人間、たった一人の欲望、それが肥大化してテクノロジーを吸収し、経済を操作し、いつしか怪物となった。私たちはゼロを十にする手助けをした。私たちにも罪はある。だからこそ自らの手でゼロを無に返すのだ。あんたも無に帰るのか。私も三度お前によって抹殺されることになる。ゼロがお前に仕込んだフォックスダイがすでに私の体を蝕み始めているはずだ。実は
エヴァも、そしてオセロットも、お前のホックス台で殺されたんだ。何？ナオミがそれを教えてくれた。どうした？お前は私を殺すために再度利用された。愛国者たち、いや代理人は私たちを葬るため再び同じことを繰り返した。所詮プログラムだ。同じことを繰り返すしか脳がない。すまんがな、私を彼女のところまで連れてってくれ。もう一つ、ナオミから報告がある。お前の体内で変異を遂げたかつてのホックス大のことだ。新たなホックス大がお前の体内で増殖を続けている。これは同時に古い変異型の増殖を妨げることとなった。変異型は新たなホックス大に苗床を奪われた。ナオミの経過観察で変異型の減少が確認された。時期滅び去ることになるだろう。ということは変異型は発症しない。変異型がお前より長生きすることはない。だが何事も全ては再び繰り返す。新たなフォックスダイもいつか変異を起こし、新たなる脅威となるはずだ。それまでお前が生きてればの話だが、俺は死ぬのか。老いは誰にでも来る。止めることも逃げることもできない。これは告知だ。余命を戦い以外に使え。私はお前を息子だと思ったことはない。しかし一人の戦士として、一人の男として尊敬している。あの時の私がお前だったら、あんな過ちは起こさなかったかもしれない。私はボスをこの手で殺した時からすでに死んでいた。
ボス、あんたが正しかった。世界を変えることではなく、ありのままの世界を残すために最善を尽くすこと、他者の意思を尊重し、そして自らの意思を信じること、それがあんたの意思だった。やっとあの時の行動の意味、あなたの、あんたの勇気の真実が分かった。最後の火種が消える。これで元凶は全て消えることになる。悪しき発端がゼロに帰った後、新たな未来である一が生まれるはずだ。その新しい世界を蛇としてではなく、人として生きろ。ゼロもリギッドやソリダスたちも自由を求めて血生臭い戦いを続けてきた。国家、組織、規範、時代からの脱却。しかしそれらはどこまで行っても内なる囲われた自由、リバティでしかなかった。私はボスとは違う生き方を選んだとはいえ、所詮は同じリバティという囲いの中でのこと。前に与えられたのはフリーダム、外へ向けた自由だ。ゲームや世相に翻弄されることもない。もう運命に縛られる必要はない。お前はもはや戦争の火種ではない。その目で、
外の世界を見ろ。その体も、その心も、お前のものだ。私たちの言葉忘れて、自分のために生きろ。ボス、ヘリは一人で、いや、ヘリはもういらない。Here's to you, Nicola and Bob.
待てよスネーク、忘れ物だ。いや、タバコはやめた。スネーク健康に悪い。一体どこに行くつもりだ。僕らの戦いは終わったんだ。もう僕たちがすべきことはない。いや、まだやり残したことがある。見届けることだ。この先時代がどう進むかを。わかった。それじゃあ僕も一緒に行く。俺はもうすぐ死ぬ。付き合う必要はない。前に言ったよね、スネークは内なるものを次の世代に伝えることができない。遺伝子もミームも人工的に作られたビーストだから。そうだ、俺は青いバラなんだ。美女と野獣のようなハッピーエンドはありえない。俺は自分の姿を、野獣の余命を晒し続けるしかない。この時代の内なる影として。ああ、だから僕が必要なんだ。目撃者がね。目撃者？そうさ、スネークの最後に立ち会う外からの目撃者さ。僕がそれを後世に伝える。ま、僕だけじゃないけどね、目撃者は。僕が君のすべてを記憶する。僕がスネークを見守る。オタコン。僕一人じゃサニーの目玉焼きは辛いからね。日はまた昇る。